ロップかこった。たなばた。やっほー。ちょっと今私が画面内に映ってないのはちょっとお楽しみということで、ちょっとなぜかというとまだ言えないんですけど、ちょっと人が集まってきてくださったら、やっほー、こんばんは、リアチューです。やっほー、こんにちは。1分フライングだ、早いのはいい。あら、いない。そう、おばんです。そう、みんな楽しみにしててね。ちょっとあの人が集まってきたら始めようかな。ちょっと待ってね。なんかな、何かな。いないよ、配信嬉しい。どんな登場か、ちょっとあとちょっと。やっほー、こんばんは。かなうたんから1時間後の配信に来ました、ありがとう。揺れとる、どこ、浴衣かな、なのかな、ワクワク、なんだろう、見えたよな。こんばんは、リアッチュです。どんな服がドキドキしてる。お顔だけ、こんにちは、こんな感じ。かなうたもこの配信に来てくれてると思う。めっちゃ可愛い、本当に。昨日から待ってた、オリヒアリ。なんだろう、まだ見えないけど可愛い、本当に。じゃあちょっと待ってね、そろそろ行きたいとこだけど。清水さん、あと中国みつみんずさん、レインボースター、ありがとうございます、ありがとう。チャオ、浴衣配信、なんだろう、こちら、やっほー、リア中です。ツインテイコン、ありがとう。もう待てない？じゃあ、行きます。こんにちは、浴衣リア中です。こんにちは、こんばんは、浴衣リア中です。やっほー、浴衣リア中です。こんにちは、こんにちは。今日は七夕ということで、浴衣です、浴衣、浴衣です。かわいい、ありがとう、嬉しい。こんばんは、かわいい、ありがとう。七夕だから、七夕です。今日浴衣です。本当にかわいい、嬉しい。今日は浴衣です。チュ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 、やっほー、紫の浴衣似合う、本当に。今日はちょっと七夕ということで浴衣着ました。似合い、似合う、本当に嬉しい。可愛しか言葉でない、本当に。かなた見てたら許してください、全然嬉しい。かわいい、嬉しい、ありがとうございます。今日は浴衣です。七夕一緒にお出かけしたい、本当に。ありがとう、もっくんさん、ハートのゲージありがとう。清水さん、レインボースター、ありがとう。としひろさん、かわいい、ありがとう。今日は
初めてかな、こんな言い方で配信するの。星広さんかわいい、清水さんレインボースター、 B 型免許さんかわいい、ありがとう。ヒーチャーさんかわいい、ありがとう。ヒラインハッタさん尊い尊い、ありがとう。ひらつぐさん短冊短冊、ありがとう。今日はね短冊書いてきます。短冊書いてくよ。トントン、かわいい、ありがとう。山口公園申し込みました、ありがとうございます。浴衣についてるもいいな、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。かわいい、本当に目がハート、本当に嬉しい、めちゃくちゃにして、めちゃくちゃ、こんばんは、リアチュー、かわいい、ありがとう、嬉しい嬉しい、可愛すぎる、嬉しい。短冊、ピラピラさん短冊ありがとう。めちゃくちゃにしたい、すぐ出なくてジラスなんで我はないよ、どこでその、いやちょっとあの今日はねせっかくだからちょっとおすすめてもらって、これの登場の仕方もみたいな。こんばんは、夢に向かってさんハートたくさんありがとう。 B 型免許さん短冊短冊ありがとうございます。夢に向かってさんハートありがとう。こんばんは、夢に向かってさんハート。タカパオさん短冊ありがとう。夢に向かってさんハート。帰宅するなり今日は紫の浴衣、浴衣です。今日はどうでちょか、皆さんどうですか。ハートありがとう。あやじいさん短冊ありがとう。願い事なんかな。夢に向かってさんハート。リエッチ、リエッチ、あらこれかわいい。今日は今日はなんと浴衣、ちょっと待って、もうネタバレしちゃったからテロップ編集しちゃおう。浴衣だよ、浴衣だよ、もうプルルル間違えちゃった。いや中どんな願いも叶うん、どうだろう。待ってました、頼む、私に写真ありがとう。 IT さん短冊ありがとう。ミクロフォンさんハートありがとう。こんばんは、 JC 浴衣たまらん、本当に最強ついてる、ありがとう。ヤシチさんかわいい、ありがとう。ミクロフォンさんハートありがとう。かわいい、ありがとう。ハートありがとう、グラファンさんたくさん。ダニーさん、ダニーさんごめん、グラファンさんハート。山口行く遠いけどオリアッチュ出るから行くね、嬉しい。高坊さんありがとう。会おう絶対、みんな会おうね。グラファンさんハート。オレンジさんこんばんは、はじめまして。 ST48 さん危険形成のアダリアです。でよかったらフォローしてください、フォロー待ってます。ヤシさん単独ありがとうございます。ピロピロさんレインボースターありがとう。リカさんかわいい、ありがとう。モクさんハートのゲージありがとう。ノラクロさんこんばんは、こんばんは、かわいい、かわいい、ありがとう。今日は単独書いてくよ、かわいい、ありがとうね。愛してる、あ間違えた、お疲れ様だった。いや嬉しい、本当に単独職人に嬉しい。山内頑張ってね、頑張る。浴衣似合う？グッテンアーベンドフランフラリアンリア、なんて書いてたんだ、わかんない。グッテンアーベンドフランフラリンリアン、夢中なる？撮影感思い出すじゃん、今日は練習しない？思い出すね楽しかった、可愛すぎて歯が抜けそう歯抜けるの？歯抜けないでもう嬉しい、めっちゃリアシリ夢中。こんにちは、ゆわたんさん短冊ありがとう。リアチュこんばんは、こんばんは。こんちさんリンボ、あ短冊ありがとう。かわいいが渋滞中、嬉しい。浴衣かわいい、ゴルフがうまくなりすぎ、ゴルフゴルフね、いや山口絶対行く、嬉しい。
会おう、会おうね、みんな待ってます。山口公園、ゆきひさん満足ありがとうございます。こんばんは。ひろっちさん似合う、似合う、嬉しい。ひろっちさん似合う、ありがとう。紫の浴衣です。ちょっとねこのバラが可愛い、バラがお気に入りです。やっほー、すすす、浴衣姿可愛い、愛してる、本当に。てんさん結婚してありがとう。どうしようかな、ちょっと考えとくね。そして10年後にまたちょっと告白してくれると嬉しいな。てんさんありがとう。いや、後ろのリアちゃんのローマ字見てたらそうだね、本当に結構ね少ないよね。 3個しか。浴衣ってリアちゃんのための洋服、本当に嬉しい。浴衣こんばんは、こんにちは。紫似合う、やっほー。細いのがさらに分かる、やありがとうね、ありがとうございます。リアッチュです。ワイも山口来て行けんかもしれんな。ツアーで一番のあたり山口だった丸子と。今日はね、たらまただよ。はるさん、短冊ありがとう。山口公園も申し込んだ、ありがとう。ひろっちさん、ひろっちさんありがとうございます。嬉しい。ぜひね、あのひろっちだ、ひろっち、ひろっちで、ひろっちですって言ってくれたら多分認知してると思う。私ね、ほぼ認知してるから。山口行きます。10年生まれってことは現役、そうだよ今日は浴衣ですが、どうですかね。今日はうわ噂の相方ミーポンを配信中。え、ミーポンも配信してんの。こんばんは、チュッチュッ。浴衣似合う、みんなありがとうね。ちょっとお願い事書かなきゃだ。こんばんは、こんばんは。山口行くよ。あ、今から楽しみ、楽しみ。こんばんは。ちずめさん、はじめまして。ST48 3期研究生のアラリアです。ぜひよかったら、フォロー待ってます。こんばんは。今日は1年に1度だけリア充に会える日だね。そうだね、会えるよ。浴衣想像以上に可愛い。嬉しい。ドキドキ。浴衣控えめに行って最高。本当に嬉しい。こんばんは。相方も配信してる。みんな、浴衣リア充に夢中。嬉しい。短冊加工、電波の調子置き、調子置き、浴衣配信だから嬉しいです。今日は浴衣です。浴衣よし、短冊を書きます。短冊書きます。お願い事書きたいな。何書こう。お願い事ね。ちょっと書くね。よいしょ。どうしようかな。どうしよう。何しようかな。どうしよう。どっちよっかな。決まった。ペンが出ない。あ、ちょっと書き直そう。待ってね。
と短期間の目標というか、こうさあ、よし、1枚かけました。そう、いつコラボ配信したい。今日はリアの日、今日は広島コーパセリさん、短冊ありがとう。浴衣です。今日は広島コーパセリさん、レインボースターありがとう。たくさんリアチに会えますように。会いたい。願い事なんかな。やっほー。ちょっと今1枚リアチに会えますように。センター取ったるで。そうだね、なんかな、金頭リアチの姉になりますよ。確かにリアも金歌の先発入り迷い中。願い事がありすぎる。そう、やっほー。ちょっとまず一つ目は読むね。ファンの皆さんに後悔させないようなパフォーマンスをする。ツアーでまずは頑張りたいことを、ツアーとか、まあ、他の公演とか多分これからあると思うから、あのパフォーマンスを完璧にしたい。これをまず願い事です。願い事というか、まあ努力次第だけど、うまくいくように願っときます。ちょっと後悔させちゃったらね、ちょっとね、来た意味がなくなっちゃうので、ちょっとそこはね本当にちゃんとやりたいなって思います。よし、性格ね、遠いとこから来てくださってる方もたくさんいると思うから、次に5個目。本当の目標なんですけど、あ、待って、インクが出ない。どうしようかな。ちょっと研究生入れるのは忘れちゃったけど、3期研究生の曲でセンターになれますように。ちょっと大きな夢になっちゃうかもだけど、大きな夢になっちゃうかもだけど、今の自分の目標としては、そのセンターに選ばれてもおかしくないぐらい、ダンスとか歌とか技術面とかで頑張りたいなって思います。よし、2個目これです。ちょっと色合いおかしくなっちゃうから真ん中に、よいしょ。もっくんさん、ハートありがとう。ムラクロさん、短冊ありがとう。年内のツアーの成功 OK、 嬉しい。そう、リオツンさんと同じ同士です。やっほー。努力実りやすすごちゅう。リオツンはね、努力だし願い事は叶いやすい。本当に浴衣超似合い。でも本当に嬉しい。浴衣だよ。嬉しい。ありがとう。真面目なやつ。一番上やったのに姉できるんか。フィリポ、デザート食べた？このまま、叶うたのみとなりますよね。そう。この浴衣姿いい？よしさん、リンゴさんありがとう。あ、あやじいさん、あやじいさん。
タワー、タワーありがとう。あゆじさん、タワーありがとうございます。おひめちゃんもありがとう。あゆじさんありがとう。ありがとうございます。ありがとう、あやじいちゃん。あやじいさん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。あやじいさん、ありがとうございます。嬉しい。こんにちは。織姫タワー。織姫タワー、ありがとうね。本当に。あやじいさん、ありがとうございます。いつもいつも。オッケーさん、ハットのキンチ。ありがとう。リアチューです。頑張れ、頑張る。ありがとう。熊タワー。熊タワー、ありがとう。嬉しい。本当に。あやじいさん、ありがとうございます。さっき曲のオリジナル曲で、そう、頑張るセンターリーチ、その目についていくよ、ファイト、ありがとう。グラファンさん、レインモンスターたくさんありがとう。短冊、明日のお弁当に唐揚げが入ってますように。いや、今日ね、あ、一昨日かな、一昨日ね、唐揚げ入ってた。やっほー。ダンディさん、ファイト、ファイト、ありがとうございます。もっとね、頑張ります。ありがとうございます、ダンディさん。リアチ山口周南徳山公園に行きますように。そうね、ぜひ来てくださったら嬉しいです。ありがとう、ありがとう。こんばんは。ちょっと待って、ついてしっとりくけんぜんずれねん。こんばんは。リアチタワー来た、ありがとう。みんな、やっほー。リアチエビ長い、本当に嬉しいけど、どんなの嬉しいんかな。いえ、ツインティー方とか、鬼に金棒、本当に嬉しい。今日は、七夕ということで、初の浴衣だよ。初の浴衣？配信で初の浴衣です。髪飾りにも注目ですね。髪飾り、星です。星のピンと、ちょっとキラキラしたピンを使ってます。ネネが差し入れてくれました。ツアーの山口申し込みます。チャリで行きます。チャリで行くの？嬉しい。待ってます。山口公園申し込み、ありがとう。ありがとう、可愛い。本当に嬉しい。リアチュー似合いますように。いや、会おうね。こんばんは、マイオリメ様。山口出演やの山口。サロマン大ガイズ。さん、サマーワンダーさん以外では初じゃね。そうだね、初です。嬉しい。浴衣の帯やママに娘、帯気をつけてないの。ちょっと紐で。こんばんは、こんばんは、やっほー。いいたらまた、これは放送飛ばすしか。嬉しい。髪飾りもや、可愛くて良き、ありがとう。グラファンさん、え、すごい。え、なんだろう、なんだろう、ひこぼしさん。グラファンさん、ありがとう。オリミットひこぼし、ひこぼしさん、ありがとう。グラファンさん、ありがとうございます。本日2個目、ありがとう。嬉しい。なんとなんとなんと、グラファンさん、あゆじさん、ありがとうございます。ありがとう、めっちゃ嬉しい。オリ姫さんだったけど、遊びしいからね、嬉しい。グラファンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。やっほー、ロードバイク好きな人かもよ。ロードバイク、織姫だ、織姫、嬉しい。織姫飛行士揃った、揃った。もうこれで皆さんの夢が叶うかもね。もう本当に揃っちゃったよ。揃っちゃった。リアチュー、ありが飛行士だわ。本当にありがとう。ダンディさん、あれ、流れ星、ありがとう。ダンディさん、ありがとうございます。今年は飛行タワー来た、本当にタワー揃ったね。そう、ありがとう、タワーありがとう。こちらこそ、あやじさん、ありがとう。グラファンさん、ありがとう。タワー来た、またタワー。全身見せられないパターンかな。全身、ちょっとよいしょ、こんな感じです。ちょっとこう紐でいい、全身、ちょっと、まあこんな感じ、ここまで。山口公園、岡山公園みたいに、なんだろう。まあ、リアちゃん、こんばんは。織姫に彦星にリア姫だ、嬉しい。みんなありがとう。こんばんは、彦星。ありがタワーとか、ありがたい、本当にありがとうとタワーが、ありがとうとタワー。織姫来た時安くしたのに、いや、さすがにしますよ、します。
ちょっとどのタイミングでしようって今迷ってたの。え、ちょっとあのグラファンさんの飛行士と織姫がの一緒に写るようにしたいんだけど、全部があのプレゼントの欄調整中です。なんかできない、なんかこんなすごいことないから、めったに。ちょっとこのあのプレゼント欄が見るようにしたいんだけど、ギリ映らない。まあいいか、これで。まあこれは奇跡。皆さんありがとう。ちょっと待ってね、スクショできない。よいしょ。ありがとう、嬉しいです。グロファンさん、 IG さん、ありがとうございます。感謝です、本当に。カナウタン、リア中、ミーポン3人配信、あとはひーちゃん配信あるとさらにいい。たるま、確かに。いや、もう広島の天気、今ね、広島の天気はちょっと雨だったかな、さっきまで。今はどうなんだろう、雨の音も聞こえないけど、どうなんだろう。もっけんさん、ハートのゲージありがとう。彦星と織姫が揃ったから、センターの願いかなはず。頑張ります。かわいい、ありがとう。かわいい。浴衣素敵です。ありがとう。スマホ横にしてみるとか。確かに。まあ、一応撮れたから。今日はやばい。やっほー、スクショするしか。美少女嬉しい、ありがとう。広島ごばしさん、山口行ったことあるよ。錦帯橋に行きました。行ったことある、みんな。錦帯橋、山口にある白蛇とかある、ロープウェイとか。夕方広島は雨で、今曇ってる。そっか、雨だったから。でもリアルームでは彦星と織姫会えたよ。嬉しい、ありがとう。ある、めっちゃ綺麗。このまま配信終わって、ここで。あれ？ゆうちさん、短冊ありがとうございます。聞いたことあります。聞いたこと。錦帯橋何回も行った？ちょっと、すごい。あ、食べた！ソフトクリーム！食べました。あの、橋渡った後に、あるとこありますよね。岩国市。お花見行ったことある？え、すごい。めっちゃ綺麗、絶対。あ、でも、桜が咲いてる時行ったこと、ちょっと待ってね。アルバムにあるかも。ないかな。ユミリーの写真集イベントで、徳山なれ、徳山。広島ホームテレビ見てない。なんかあったのかな。行ったことある、公演前に。終わってほしい。お、欲しくない。8時まではね、絶対やるよ。ソフトクリームの種類めっちゃある。実は錦帯橋行ったことない。ぜひおすすめ。何味？なんか、なんだろう、めっちゃ、あ、なんか珍しいやつ食べたかも。いや違うかな。なんかお兄ちゃんはなんか珍しいやつ食べてた気がする。ママとか。自分は抹茶食べた気がする。みちとおきちゃんが私の家の近くに来て取材していてびっくりしました。え、そうなの。車走ってほしくない、ずっと見ていたい。嬉しい、よかったよかったよかった、ありがとう。岩国空港からバス錦帯橋を行って宮島も行きました。え、すごい。奥田結菜、こっちは織姫と飛行士2組いるもんいやー、負けちゃったけど、やっぱね、そうやってあの一人でもね、あのこうやって応援してくださることがいるって素敵です。数とか関係なく、やっぱりね、そうやって応援してくださるだけで幸せです。こんばんは、白蛇いるんだよ。短冊もう書いた？ちょっとあと1個ぐらい書きたい。どうしようかな。おお、すごい。でもね、これスマホ落としてんか、ちょっとあんま映えてない。ちょっと妹が錦帯橋の写真見つけてくれたんだけど、あんま映えてないですね。
覚えてないな。あ、でも白蛇くんいるよ。白蛇くんいる。白蛇くん、白蛇くん見える？白蛇くん、白蛇くん、いい持ちつますし、ファンのみんなが元気であれば確かに本当に。どうした、すごい確かに感動だけど、いもちゆうのいもちいつもみゆぽんがリアチの言い方見たいから送ってほしいらしい。いやそんな恥ずかしいわ、そんなそんな。いもちすごい、いもちグッチョブ。いもちの食べたら何味、ソフトクリーム、抹茶だった。あ、抹茶でした。え、抹茶だった、その写真もありそう。レンコンの押し寿司が岩国のおすすめ。なるほど。白蛇見えました。やっちょー、もくさんハト。やっちょーのツイン可愛すぎ、あ、本当に嬉しい。ひーちゃんさん短冊ありがとう。こじくこじこじくんさん、はじめまして、こんにちは。シティ14と3期研究生のアレリアです。よかったらフォロー待ってます。初見です、ありがとう。こじこじくんさん、イモチューがこう、あのアイス持っててピースしてるから、ちょっとこれも知らないのか、イモチューバレバレ。ちょっとでもアイスは、でもこれバレちゃうか、顔が映ってるからやばいね。でも抹茶のアイスってことは伝わるかな、ちょっと顔が映らないように。こんな感じ、抹茶のアイスを特に。これはさすがにね、ちょっと私も映ってる、これは恥ずかしい。いるけど、私いるけど、めっちゃ恥ずかしい。ちょっと待ってね、危ないね。サンボね、そぼたさん短冊ありがとう。体身が他のメンバーとかと被りませんように、被りません、ね、筋体系は日帰りで。え、イモチュー見たいのに。イモチュー見たい、見せてもいいやね、ダメ。イモチュー見たい、見たいよ。危ない、イモチュー登場。イモバレ、イモバレ、イモチューと似てるってめっちゃ言われるの。イモチューチラッ、え、チラッと見えた、え、見れ、見てないよね、よかった。イモチューチラッと見え、イモチューなんか可愛い。1位かなうた、2位リアチュー、3位ユープ、4位ひーちゃん。何の順位だろう。イモチューの服かわいい、だって。え、ちょっと見てて。え、じゃさすがにこれはね、ちょっと恥ずかしいんで、この写真はね、リアチューです。兄弟3人の写真があるけど、さすがに。恥ずかしいな、写真。写真フォルダの一番下見てみます。なんだろう、え、なんか消えてる、ちょっと待ってね。え、かわ、2015年のがある、すごい。壁に落書きした絵だ。え、すごい、ん、懐かしい絵ばっか。なんでこんな年取ったんだろう。好きランキング、かわいい、ありがとう。妹どんな顔が気になる、誤解させて顔見てない。好きランキング、かなたま熱って、熱、ちょっと私のもぜひぜひぜひ。リアチューユニア、おめ、お誕生日配信なの、またね、またね。うん、美人姉妹、もう一回さ、あなた兄弟の仲良さそう。でも結構遊んだりしてた。2015年、リアチュー見たい、見たいじゅ、見たいじゅ、恥ずかしい。え、ちょっといい写真あるか見てみる。あー、でもこれは恥ずかしいかも。イモチュー見せたいけど、
あのこれ音、音ももって映ってる。リアッチ可愛いち、嬉しい。リアッチもあって嬉しい。まあ4期でもイムチュに会えるだろうから、それまでの、確かに確かにと言っちゃらいけないな。いい写真あるかな。なんかね、写真写ってる時私いつも変顔してるって言われますわ。嫌です、嫌だよ。なんかあんまりいい写真がない。2021は最近すぎか、最近すぎたな。おお、でも今中ちょっと写ってるかも。じゃあモザイク加工してメールで。若い頃の写真ね、変顔するタイプなの。これは恥ずかしいかも。ちょっと待ってね、いい写真見つける。チョコついてる。チョコついてる。メールで送ってくれば。イモチュー今から配信の予習しとる。配信の予習。イモチューかわいい。ちょっと待ってね。恥ずかしすぎる写真がばっかだ。え、イモチューかわいいのあったけど見せたいけど我慢だ。え、なんかこれいいかも。え、待って、これいいかも。いや、これダメだ。アップしすぎて。10年後に結婚中で10年後。キヨウオのポーズはどこ？キヨウオ？なんだろう。ムードメーカー？本当に？リア中の厳選中？イモチ見たすぎる。浴衣。待ってね、ちょっと今見てる。なんか命は可愛く写ってるんだけどね。どうなんだろう。ちょ待ってね。リア中のイモチュー愛がすごい。本当に美しいポーズ、つまり美しいポーズ。ブリコなっちゃうわ。スクショタイム。あ、それ書いたよ。短冊選抜入り。10年後5年後は無理かな。10年後8年後とかには選抜入りしたい。かわいい。おお、素晴らしい。ブリッコかわいい。ほんとに恥ずかしいな。眩しくて目が開いてない。私あ、シチューの写真見せたかったな。お兄ちゃんと研究生でも選抜してる。いや、そうだね、選抜頑張る。リアチューとユリバ行きたいって単独。嬉しい。5年後、頑張るね。本当に頑張る。次リアチュー選抜いいね。自己紹介。そんな、ご計算もガツガツ行きましょう。あれが、選抜なりたいという子がなぜか2期にいなかったから 2.5 期以降嬉しい。選抜なりたいよ、もちろん。多分遠いけど。
いい写真。あ、香川に行った時の写真だ。ちょっと待ってね。私昔ねプクプクしてそう、クラコン早くでもう何でもやりたいです。10年経っても24歳。いやー中です。3年後センターなれる素質。本当に選抜なりたいと声に出すのも勇気がいるように言えてる。まあ夢だからね。3期の MV お願いして。本当にまず昇格、本当に昇格もね、先戦昇格だね。ちょっと待ってね、いいなるかなあ。あ、じゃあこれならいいです。あの海に行った時のちょっとボートに乗ってる写真なんだけど、ちょっとこれは、あれこれはちょっと上らへんを見せない。昔の昔の写真ちょっと焼けてるかも。アウトプットするの偉い。声出していかないと頑張る。紅白出場頑張る。そうやね、プクプク若い子選抜頑張る。本当にめっちゃ可愛い。私が ICU に新しい風吹かせるように本当に頑張る。筋肉がめっちゃ似合ってて可愛いです。幼い誰可愛い最近の ICU はかなり来てると思う。いい時に入って本当に。いや違う、子供やん。可愛い。恥ずかしい。この写真今のは命私です。もう少しゆっくり。ちょっと恥ずかしい。めっちゃ今の海のやつ何年前、何年前だろう。結構前、2019年。メールに送ってほしい。めっちゃ恥ずかしい。あ、よし、これね今命が書きました。血が汚いらしいです。メールに送ってほしい。おはよう、こんにちは、おやすみ。はじめましての方だ。家族が健康でいられますように。イモチューです。イモチュー、もうツアーの振り全部大喜利。あやじいさん、白のペンライトありがとう。嬉しい。あやじいさんありがとう。もうツアーの振り喜利多分振りは、いやめちゃくちゃ地域でちょっとイモチューの感じ。2019年ってねえ、いもちね、かわいい。若いリア中若い頃っていうのは変な本当に。いもち、いもちの優しさ、いもちうち上手だよ。だっていもちのお貼っとこ。ちょっと今日は七夕ということでちょっと関係ないかもだけど、今日はねそうめん食べるよ。そうめんみんなあるかな今さら茹でないよね。ちょっと今から半分もぐもぐに切り替えます。もぐもぐ。いもちゅうの絵はカワウソだよ。ミシェルボーイさん、黄色のペンライトありがとう。ピロピロさんかわいい、ありがとう。嬉しい。ミシェルボーイさんかわいい、ありがとう。じゃあうちもそうめんちょっと今からパクパクします。ちょっと恥ずかしいな。じゃあいただきます。これお茶かと思って飲もうとしたらそうめんのつゆでした。危ない、めっちゃ危ない。え、これめっちゃお茶に見えません？ウーロン茶の濃い版。危ない、ま、え、もう危ない。お茶かと思った。ちょっとそうめん、そうめん硬くなっちゃったけど食べる。食べます。なんかいつもこれ飲み用だから。うわいもち、いもち願い事。いもちこんばんは。そうめん白いから、白いもぐもぐ配信つゆ辛い。私もごちそうになりたい。大爆笑。そう
芋中つぼってる。危ない、本当にお茶中危ない。そうめんだ、おつゆ、やばいやばい、ちょっと芋中が止めてくれました。めっちゃ濃いです。めっちゃ濃い。え、ちょっとあんま映えないかもだけど、こんな感じ。天ぷらとそうめん。めっちゃ映えないけど。JKT 劇場に来るのいつ？行きたい。てねぬぎさん、単独たくさんありがとう。そうめんチーキーなんだって。天ぷらとかガチ。サラマンダーさん、リンボスさんありがとう。今ちはリアチのことなんて、リア姉ちゃんって呼びます。腰の皮が生えてた？生えてます。モックさんハート。あやめんから自動で飛んできました。ありがとう。モックさんハート。こんにちは。会いたい。ホフマンさん会いたい。ありがとう。ぜひ会いましょう。天ぷらとは豪華。天ぷら。美味しそう。舞茸、私めっちゃ好きです。舞茸がめっちゃ好きなの。舞茸ね、本当にね、お塩で合わせたら美味しい。舞茸いただきます。うん、おいしい。これ焼き終わって結構経ってるけど、まだカリカリしてる。舞茸美味しい。うん。きな粉あんま好きじゃないけど、舞茸めっちゃ好き。はてなてなさん、短冊ありがとう。リア姉、天ぷら、リア姉ちゃん、こんばんは。舞茸めっちゃ美味しい。舞きゅうたけ、舞きゅう。リア姉ちゃん呼びいいね。もくさん、単独ありがとう。俺もリア姉ちゃんで呼ぶ。そうめん何杯？いえ、でも結構お腹いっぱい。美味しそう。自己集会堂。こんな可愛いお姫さん。え、会おうね、ぜひ。これはちょっと見栄え悪いんですけど、私が作った卵焼きです。え？めっちゃ見栄え悪いんだけど、ちょっと明太子がちょっと入ってるんで、ちょっと見栄え悪いかな。ないかな、ちょっと見栄え、ネギとか卵焼きです。私が作った明太子入りの美味しそうな音いただきました。スーさん、短冊ありがとう。リア姉ちゃんと呼ぼうかな。リア姉ちゃん、俺もエリンギ好き。うん、スイカ食べた。え、食べた、前食べた。ひろっちさん会いたい、ありがとう。会おう、ぜひ。スーさん、短冊ありがとう。リアちゃんは わさびは苦手かも。お姉ちゃん見せて見せて見せて、卵焼きだよ。ワイモリア姉ちゃん、明太子入り美味しい卵焼き。わ、だだだだだだ。やばい、危ない危ない。ちょっといただきます。うん、おばあちゃん家の卵焼きの味。何あんするね。あーどうどう。あん食べたい。リアの作った食べたい。今お母様が来てお手伝いくれた。うんよ、ネギだった。明太子。さまよい猫さん、風呂敷ありがとう。卵焼きこっち落ちた、かわいい。何も見てない、サンベル。あ、見てない。いや姉ちゃん落としたらダメよって言われた。いや姉ちゃん大丈夫。
ヘリと明太子ナイスです。スーさん、猫アバターの人アロハシューツの人2人います。なるほど、パクパク、あ、もこもおいしい、うめえうめえうめえよ、うめえよ、嬉しい、パクおいしい。はぐれもやしさん、短冊ありがとう。食べかけをあーしてくれるなんてちょっと恥ずかしい、愉快な家族。キューさん、短冊ありがとう。食べたい？ちょっとぜひ食べに来て。甘いかな。キューさん、短冊ありがとう。おいしい闇。うん、おお、おつはっとんさん、すごい。私が言おうとしたことを先読みしてくれた。河合さんのポーズ、ヤミヤミ、おお、すごい、みんなすごい、おいしいヤミ、感謝感謝。かぼちゃの天ぷらもあるよ。こんばんにゃ、こんばんにゃ。ひーちゃんさん、短冊ありがとう。恋人気分、嬉しい。ちょっとこのタレ辛かった。うん、うん、うん、おいしい。そう、しゃ、おいしい闇に感謝感謝。まだいっぱい食べたいなんで、しゃ、そうそう、しゃ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 、砂糖入れる、入れ、今回入れてないかも。妹ちゃん料理できるよね。ひごばさんもやって、ちょっと妹ちゃんも料理。誰か食べてる方いる？一緒に食べたらさらに美味しいよね。粉雪一枚食べれない。この配信はリア姉ちゃん彼女目線で、彼女だよ。何言ってるの？かわいい？うれしい。ピラピラさん、うまっ、ありがとう、うまっ、おいしい。か、かこさん、はじめまして。 ST4T さん、キンキセアラリアです。ぜひよかったらフォロー待ってます。おごもりずっと見てられる。ポカリ飲んでる。ハフマンさん、ハートたくさんありがとう。ポカリおいしくない？でもおいしいよね。兵庫にリアちゃんの名前がなくてピエゾ、リアちゃん飲めない。あと20分くらいしたら一緒に食べれます。食べれまる、食べれる。 G は飲んでる。彼女に怒られたい。彼女だったよ、私は彼女。うん、トマト食べたい。こぼれちゃう。ちょっといもちにかぼちゃあげたらグッドって。トマト、うん、うん、ふん。この前サンパッチ、女の人が半分タッパーに入れて持って帰ってた。え、今お好み焼き食べてる？食べ方綺麗。そんな何人の彼女なんだ。焼き餅、焼き餅、彼女中、リア中、神戸いなかった。いなー、スーさん、短冊ありがとう。俺までにやける？にやけちゃって。え、いいな、プチトマト。私も取れたい。私ね、めっちゃ育ててた前、めっちゃ30個ぐらい収穫できたこと。
ピロピロさん、レインボーさん今、え、いいな、私にも欲しい、いなり寿司、お腹いっぱい、めっちゃ。ちょっとこれ命あげよう。あ、ちょっと待ってね、ちょっと卵焼き食べたい。友達から彼女にしたいなって、今注文。プチトマト食べちゃったやっほー、1469人のリアチュ彼女。うん、やばい、お腹いっぱい食べる、これ。ちょっと待って、残してもいいけど。ちょっと待って、ちょっと待って。残して、これ最後。残して。うん。もてもて。リアちゃん食べ方きれい、嬉しい。学校でもついてるしな、恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい、ブリコって思われそうで怖い。仕事終わりに見るリアチューはほど癒されるもの、嬉しい、リアチューです。ツイートしようとしたら彼女のくだりに乗り遅れた。朝食わかんない。イモチューの声聞こえる、ありがとう。お知らせで時間残ったの明日の昼、確かにきつい。もらったこれ、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 残してもいい？でも食べるからね。あ、これ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 、あ、よいしょ。じゃあツインテール特別、学校でやったことない。あ、お腹いっぱいだ。アイドルぶりっこしてなんぼよ。頑張る。味方にもぐもぐするリーチかも嬉しい。髪につかないよ、確かに。リア兄ちゃん、プク顔。恥ずかしい。浴衣についてるリアちゃん、最近ありがとう。ゴキビリプリンさん、はじめまして、やっほん。ST48、3期研究生のアラリアです。よかったらフォロー待ってます。キープリンさん、ちょうどいい時間計算した、やばい男子はツインテール可愛いと思う。いや、そんなことない、私似合わないから、本当に多分恥ずかしい。僕が可愛い、ありがとう。もう産業そっちのけでリア中、本当に嬉しい。最強ツインテール、嬉しい、ありがとね。ちょっと待って、配信終わる前に全部ちょっとスケジュールしておかないと。よいしょ、ここからで、ここ超似合ってる、自信持って、嬉しい。ツインテールかわいいよ、ありがとう。クッキープリス、ありがとう。ツインテール似合う、嬉しい。学校の男子はツインテール見せなくていい？オッケー、絶対見せない。私あの緑茶も好きだけど、今お茶いもちをくれたのはルイボスティー。ルイボスティーも美味しい。なんか、うん、あ、お腹タプンタプンだ。スマホ新しい iPhone、 そうだよ、とね、いつ買ったんだろう、ピンクの
ピンクのだよん。やばい、お腹破裂しそう。それで大阪ならヤバっちゅうできて、ヤバっちゅう嬉しい。リアのツインテール私だけに。そうだよそうだよって、なんかおかしいな。ミープリー結構お腹いっぱい。ツインテールはリアルームの特権。あれ、じゃあクイズの答え変えなきゃ。確かに。いやでも緑茶が一番。タキノのジュース、タキノさん、モックンさん、ハートのゲージありがとう。昨日の配信見た人ならわかるね。確かに。イモチュリア姉ちゃんは緑茶好きなの。そう緑茶好きだよ。了解です了解です。リア姉ちゃんの同級生になりたい人生だったら学生のお高くするお金ないわね。そんな嬉しいお言葉をありがとうね。昨日の一番何、昨日の一番そうめん天ぷらでそんなお腹いっぱいになったらきつ。お腹たぷんたぷんリア今日。昨日は見れなくて泣いた、まあ、ごめんね。でもいつか会えるから。イモチューの好きなお茶はルイボス。イモチュー何の好き。麦茶って言ってます。今家着いた、お疲れ。一緒に食べれない、また食べよ。リアちゃんと同じクラスえなりたいよ。お茶はヘルシアが好きです。私今ここにペットボトル、体すこやかちゃんダブル、体すこやかちゃんダブル。やばこれ言っちゃいけないか、やばい。紫が一番好きな色だよ。こんばんは、こんにちは。リア姉ちゃんの髪の毛食べたい。髪の毛食べたいの。妹は麦茶メモ。今日もリアちゃんのおかげで安いお酒も美味しかった、よかったよかった。嬉しい、あやじいさんありがとうございます。あやじいさん、ロハさんありがとう。あやたかあやたか、もうすぐ終わってしまう。やばい、誕生読まなきゃだ。じゃあ13位から、今日は七夕配信ありがとうございました。ぜひねこれからも配信するので見てくださったら嬉しいです。13位ハルさんありがとうございます。12位タコパパさん、タコパパさんありがとうございます。11位広島コーパスリさんありがとうございます。10位ひーちゃんさん、ひーちゃんさんありがとうございます。9位ピロピロさん、ピロピロさんありがとうございます。8位ダンディさん、オフィシャルでいいのダンディさん、ダンディさんありがとう。7位清水さん、清水さんありがとうございます。6位サラマンダさん、サラマンダさんありがとう。5位ホフマンさん、ホフマンさんありがとうございます。4位土地のすさん、ありがとう。3位天然うなぎさん、天然うなぎさんありがとう。第2位あやじさん、今日はあの織姫をありがとうございます。そしてグラファーさん、1位ひこぼしさんもありがとうございます。あやじさん、グラファーさんありがとうございます。今日の1位はグラファーさんです。パチパチパチ、グラファンさんありがとうございました。ありがとうグラファンさん、皆さんもねたくさんありがとうございます。たくさんコメントで話して嬉しかった。私はわーバイバイ、みんな浴衣にやっちゃうだよ。バイ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 。そうめん作る？七夕行きたい、青春を送りたい。確かにみんなと、やっぱライリーです。嬉しい嬉しいじゃないかよ。またちゅー、行かないで行かないで、リアちゅーしか、リアちゅーしか。ゆき七夕配信になりました、まったねー。あバイバイって、あはバイ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 。バイビー。今中人気の、また来年、また来年ちょっと会えなくなるじゃない。バイ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 、えい終わった、終わった、あ終わってない、バイバイみんな。声入っちゃったね、バイバイ。